がブジョブジョする。うん、千秋楽も終わり、真面目に学園終わりましたね。でも私個人としての舞台は、これからなので、ぜひ皆さんお楽しみに。今日はちなみに熊本ツアーの練習してきました。明日もあるんですけど、はい、今日発表されたもんね。顔めっちゃ赤いよね。うん。何？個人としての舞台楽しみにしてます。しかし忙しいねって。そうね、バタバタしてますね、なんか、うん、熊本ツアーだったり、あと大学も近々始まるので、大学だったり舞台だったり結構バタバタするんですけど、うん、自分ではすごい成長できたと思うので、成長できてると思うので、できることを本番に出せたらいいなと思ってます。目がめっちゃかゆい。そう、授業はね結構リモートと普通の対面授業だったり、なんかうん、いろいろあります。そうそう、あさって投資リハ。なんで知ってんの？誰かメンバーが言ってたのか。でも私あさっての投資リハ参加できなくて、熊本ツアー、はい、なんか舞台の方も場当たりなんですよ、あさって。だから参加できなくて、でも明日少し投資するので頑張ります。頑張ります。テンテがやばいって言ってた。そう、私もね、だから今からやんなきゃいけない、起こさないと。顔真っ赤だよ。うん、大丈夫大丈夫ですよ。目がめっちゃかゆいんだが。そうね、今月は結構バタバタするね。頑張ります。ね、でもなんかもう今日は寝そうです。もう明日早く起きてやろうと思ってる、正直。正味ね、起こすのね3曲ぐらいかな。だからいける気がしてます。テロプリさん出てくれたってありがとうございます。優しい、皆さん本当に優しい、ありがとうございます。ん？てかよく起きれたねって。いや、30分睡眠って決めてたので、そう、起きましたよ。いや、明日朝からあるんで頑張って起きます。はい、めっちゃ二重がなんか不安定。
そう、アラーム鳴らしました、仮眠に関しては。30分睡眠でも、なんかめっちゃ前になるちゃんと同室になった時に、なるちゃんがね、5分睡眠とかしてたんです。あ、もう今日無理ってなった時に、でもなんか、なんかやらなきゃいけない時に5分睡眠してて、そう、それがきっかけで私もね、仮眠するようになりましたよ。そう、なんか少しの睡眠で頑張れるって言ってて、なるちゃんが。ね、5分短い、でもなんか少し寝るだけでも違うって言ってましたね、その時。なんかそれすごい覚えてて、だから仮眠そっからするようになった。なんかやっぱ寝た方が集中力も増すしね。多分寝るというより目とか体を休める感じだと思います。泣いてるのかと思った。そう、なんかもう目がかゆいんです。だから目も充血しちゃってる。ピエン。15分睡眠がいいって聞いてよって。じゃあ今度から15分睡眠にしてみようかな。ありがとうございます。あんま触らない方がいいよって。分かった。触んないようにする。あー、超かゆい。だね。だいだね。目が死んでるってひどい。 あ、そう、口角タクトしたまま仮眠しました。毎度毎度出すの大変だしね。目薬、なんかコンタクト用の今目薬持ってなくて、だからコンタクトしてからしかさせないので我慢です。配信止めて洗ってくるとかどう？大丈夫大丈夫、我慢できる我慢できる。薬は飲まないの。薬あるの、逆に持ってないので、あんま薬飲まないんですよね。あ、アイボン知ってます。私のおばさんかな、おばさんが使っててよく借りてました。 めっちゃ悪いですよね。早く寝ないとお肌がもう荒れてます。なんかここに一つだけできちゃったんだよね。ピエン。北尾くんが踊ってるとこ1年以上ぶりに見れたって。ありがとうございます。逆に見せれてよかったです。はい。やっぱステージ上で踊るの楽しいね。アイポン?アイボン。 アイボン。ウェットティッシュで洗い流すのは ウェットティッシュで、どういうこと？何の話だ？アイボン。はい、アイプンね、三重 三重県の子です。元ジタバタ見れたよーって、涙よかったよー、ありがとう、嬉しいですね。
を車に Bluetooth 接続すると手ぶらで話せる。Bluetooth ね、接続すると手ぶらで話せるって便利。なんで iPhone、 もうそこ考え出したらもう終わらんよこの話 この話もう終わらんよ。そう、ジタバタめちゃめちゃ久しぶりにしました。でも、自分のポジションだけど、なんかね、振りとかね、すごいなんか不思議だってやってて、あ、こんな振りだったっけみたいな感じでやってました。桜ね、あるよ、目の前に。私の目の前にあります。結構ほぼ全部咲いてて今。今日垂れ目、いやー、今日振り付けをするときワンテンポ早くなかった。振り付けするとき、今日振り付けするとき、踊ってるときワンテンポ早かったってこと？制服の羽のときかな。千秋楽行きましたって、久しぶりに会えて嬉しかったですって、ありがとうございます。私もすごく嬉しかったです。要はファンを見つけるのが得意だねって、すごいって、ありがとう。見つけるの得意かな。でも結構 T シャツ着てる方も見つけたし、パーカー着てる方も見つけたし、あれ、うちわって本当はダメですよね。でもうちわ持ってる方もいましたし、すごく皆さん分かりやすかったです。あとペンライトも白と青のやつちゃんと持ってくださってたりとか、すごい分かりやすかったです。本当にありがとうございました、皆さん。そう。でもまあ舞台ではうちわとか持ってこないようにしましょう、皆さん。マナー、マナー、マナーだと思います。では、ではありがとう。そして11はクリフォンさん、11おめでとうございます。ありがとうございます。そして10位がカカエナさん、10位おめでとうございます。ありがとう。そして8位がマイアットマークミューディーさん、9位おめでとうございます。ありがとう。そして8位がヒヨパンさん、8位おめでとうございます。ありがとう。そして、ちゅうえぬこっぱし、7位おめでとうございます。かまさみんな、ありがとうございます。そして、6位がみゆがちごやっとマーク、みゆしかかたんし、ゆくいちゅかよ、かまさみんな、ありがとうございます。そして、5位がピールケウ、ファンディカー、バイバイ。5位おめでとうございます。ありがとう。そして、ここか。そして4位が島屋さん、おめでとうございます。ありがとう。そして3位が、めちゃめちゃ順位変わった。
ぱい愛してるし、しびれ10回をかむたんだ、ありがとうございます。そして新しく13位になったのが最高のフィナーレをアットマークセール10回をおおかむたんだで、おじぬせいえをねかむたんだ、しぶさむ10回をかむたんだ、めっちゃかむさむかむさむにしか言ってない。はい、そしてどこまで読んだかな、前さん読んだ4位ですね。4位はクックアットマーク、これからの日進月歩を期待してるよって、はい、ぜひ期待しててください。良いおめでとうございます。ありがとう。かい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 。そして、ピルケウさん読んだから、次2位が、ピシアハート対パクポンヤヤナカさん。はい、2位おめでとうございます。コポンカー、ありがとう。そして1位が、ウミウミアットマーク。昨日みゆちゃん初めて会ってずっと泣いてたって、いやー泣かないって ありがとう、なんか泣いてくれるなんてありがとう、はい、1位おめでとうございます、ありがとね。じゃあ順から読んでいきます。ウィンパディさん、スラヒデちゃん、ダゼロさん、唐揚げおわいにいさん、XD さん、ハスキーさん、和田さん、クラッシングさん、ジョーさん、ミューイズ、スティアバブさん、ラブリーさん、ウミウミさん、カラニピースさん、ホアンさん、星侍さん、ナオさん、テオネオさん、科学先生、タッキーさん、松ぼっくりさん、グリフォンさん、フロストさん、パラングスさん、ポンクポンクさん、雪とうもろこしさん、ピッコイコイさん、もしも鳥だったらさん、ケンさん、ホイホイさん、加藤 BB さん、いつもし、セミさん、チェンジ DC、ぜひゆっくり休んでくださいさん、ヒロさん、ジアリングさん、パルウェイト氏、ヒデジロさん、ブラウン氏、エゴイスト氏、クラウドキューティーンさん、ヨークマさん、トット氏、ヤマドさん、ヘガワンに、栃木フェイクニュース、リョータさん、中堅ハチ公さん、行政、ウシタさん、ケンシンさん、ミキトさん、ヨウオンに、福丸さん、カレーさん、ヒデピさん、ミッチーさん、指揮者のキユーさん、グンちゃん、ココアンに、コッコさん、グレックさん、ムヤオシ、毒竜さん、ネちゃん対かわいいミュウちゃんさん、シルバーさん、ケイバエスさん、ハッピーミユウシ、AK さん、カックン、トッキンさん、ポポロンさん、サカツネガメさん、ラミちゃん、最後のシシャモさん、ポクレンバサランさん、ホシちゃん、ひらゆきさん、ゆきひらさん、逆に言うんじゃった、ポンさん、弱い人さん、ミュウ、パラギシ、アデノシンさん、ミズッチさん、ウナトリミュウドンさん、メタルピーチさん、ハジョンユン氏、エリーフさん、マットさん、はい、皆さん本当にありがとうございます。じゃあスクショタイムに行きたいと思います。じゃあ行きますね。はい、チーズ。うん、ありがとうございます。じゃあ次、3ポーズ。どうしよっか、3ポーズ。マジムリ学園千秋楽だったから。マジムリ。1ポーズ目。2ポーズ目。3ポーズ目。はい、そして生まれてない方がいるね。ゆいゆアットマークおやすみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。飛ばしたか、ごめんね。ラブリーアットマークミューディーさん読んだ。かゆ。なんだかな、読まれてない方いますか、ちょっと教えてください、読まれてないよって方教えてください。大丈夫かな、あ、大丈夫って はい、じゃあこれにて今日は終わりたいと思います。はい、
じゃあ明日は明日も23時からにしようかな。明日も23時から配信します。皆さんお待ちしてます。じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。そっか、時間はねえよ。夜半시부터방송해요꼭봐주세요잘부탁드립니다そして tomorrow showroom at 11 PM watch please よろしくお願いしますはいじゃあ今日はこれにて終わりたいと思います皆さんおやすみなさいチャイレオグッナイラタリスワドカワンガンおやすみなさいまたねー